お料理やお菓子やパンをご紹介しております。今日はですね、甘酒を作っていきたいと思います。はい、甘酒なんですけど、これね、非常にですね、体にいい、飲む点滴と言われるぐらい体にいいものですね。でですね、これね、本当にね、簡単に実はできるんですね。はい、今回使うのはこちらですね、はい、低温調理器テリオを使っていきたいと思います。でこれはですね、まあ実はですね、今回は甘酒なんですけども、以前ですね、こちらの動画ではですね、ヨーグルトなどもですね、ご紹介しておきましたしております。これで、低温調理器を使ったヨーグルトです。まあそちらの方もね、ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、今回は甘酒ですね。はい、でこちらご覧ください。実は、はい、これ1年前に私監修いたします。これ、はい、同じ人です。ちょっとおすまししておりますけども、はい、こちらの中で甘酒も、作っております。他にもね、ローストビーフとか、こちらね、何でしょうね、温泉卵とかね、お魚なんかも非常にですね、しっとりと柔らかく美味しく、できるんですけども、今日はこちらの甘酒をね、ご紹介していきたいと思います。はい、あんまりね、今までちょっと口頭ではね、ここに載ってますなんてね、教室でもご紹介してたんですけど、今日はね、ちょっともう少し詳しく、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、で、ですね、今回使うものは、ね、こちらですね、米麹、これ富澤商店さんで売っております。これ冷凍になっておりますけどね、これをね、今日は、ね、1キロ、はい、半分でも大丈夫ですよ、ね、でいる材料なんですけども、はい、こちらね、低温調理器フェリオと、それから、今回はですね、こちら使います。これフードセーバーですね。これはコストコで売っているものですけども、あとこれね、こちらで、この機械がなかったら、ジップロップで、代用できますのでね、それで、使っていただいて大丈夫ですよ。それでは早速ね、始めていきます。本当に簡単にできますのでね、あと今ですよ。はい、でまずですね、そうそう、ここのところの中に、ね、お水をね、こうたっぷり用意しておいてくださいね。そしてこれをセットするんですけど、このセットするときにはですね、下熱くなって、これをまずね、このフェリオをね、この中に刺していきます。このようにね、でよいしょ、で電源を挿してここセットしていくんですけども、よいしょ、これをね、今日は55度で7時間セットしていきます。はい、でセットセットって、ね、7時間、はい、セットしますね。でここの下がですね、非常に熱くなってきますのでですね、こういうところにね、ずっと置きっぱなしになるとすごく熱くなります。なんかね、耐熱のなんかね、耐えられるもの、今日は私これお得ですね、お得で、しかもですね、ちょっといいものがありまして、はい、こういうね、あったかくなるもの、これがあればですね、使っていただくと非常に省エネになりますので、今日はここにこう乗せて、そしてよいしょ、ここにこうセットしておきますね。はい、そうすると今55度になったらピッピッピッと音が鳴りますので、それまでちょっと待っていきます。はい、これもね、実は使うんですよ。こっちじゃなくて、こっちにこうかぶせてね、やっぱり保温効果がありますので、あれば使ってください。はい、それではですね、まずフードセーバーで、袋を作っていきたいと思います。はい、こちらね、こうやって、ニッペっていう場所ですね、まずここを閉じますね。はい、今赤いのがついてきますよね。で今ね、ここシールしている状態ですね。でハサミを用意しますね。はい、また赤い、はい、取れました。赤いのが消えたらね、ここも密閉されてるんですね、これね。でそれで今日はこれ、まあ半分、2つに分けてね、使おうかなと思うんです。このぐらいですよね、結構大きく、このぐらいですかね、このぐらいの量の大きさの袋を作っていきますね。はい、切っていきますね。あ、やっぱあんまりこのハサミ切れないね。あ、切れました。はい、そしたらこちらの半分の量、1キロの半分ですから、1キロの半分は何でしょう。はい、500グラムですね。500グラムの麹ですね。これね、米麹ですね。これを入れていきます。よいしょ。この時にこれを用意してね。はい。そしてこうやってですね。そして米麹500をね、入れていきますね。このスケールも非常に便利ですね。はい。これはね、タビタのなんですけども。おーおー、気をつけて。ちょっと500ですね。今日半分。はい、500入りました。はい。そしたらね、よいしょ、ここに今度はお水用意しますね。お水も500用意します。はい、はい、こんな感じですかね、500ね。はい、はい、はい、500入れます。じゃあ、はい、500入りました。そしたらね、はい、今度はこれね、もしなかったらね、この袋がもしなかったら、はい、ちょっと今他のものが入ってますよ。これジップロックって書いてある。これちょっと今他のものが入ってますけど、こういうものでやっちゃってくださいね。はい、でここでちょっと水分が回るようにもみもみしますね。はい、もみもみします。
はい、そしてこしたら今度はね、ここのところにもう一度口を当てて、これすごく便利ですよね。例えばなんかで、ね、保存したいとき、お肉とかね、そういうものを保存したいときに、そしてね、ここちょっと空気を抜きます。こんな風に、はい、空気抜きますね。見えますか？見えますね。空気ちょっとこう抜きます。でこれね、汁気を含むものと汁気を少ないものと書いてあるんで、ここ今日は汁気が少ないもので、結構空気抜いてくださいね。これ大切です。空気抜くようにしてください。はい、そしてもう一度空気を含むってところでちょっとやってみますね。はい、で今これね、密閉しています。で密閉。こうするとですね、しっかりと口が閉まりますね。まだ赤いのがついてるからまだなんですけど、これがね、消えたら出来上がりになりますね。あ、まだですね。これもう少しですね。でもすぐできます。もうできた。はい、ちょっと見てみますよね。おあら、ちょっと失敗しちゃった。ここまだね、空気とちょっともうちょっと奥まで入れなきゃいけない。やり直ししますね。こういうこともねありますんでね、皆さんもしっかりとこことか奥でしっかりやってみても大丈夫と。もう一度空気抜いてるからね、これいろんなお肉とかいろんなものをね、密閉してね、冷凍庫に保存しておくのにとてもね、ああ今度はうまくいきました。はい、このようにちゃんとね密閉されてます。ジップロックの場合はね同じようにねしてください。ジップロックの場合はね、こういうふうにやってね、ここ見えますか、こうやってね、こうやって空気を抜いてジップロックしてください。そうするとね、空気が抜けますので、はい、このようにですね、なっておりますので、今55度になっています。そこにこちらっと入れておきますね。はい、ね、ちゃんとこういうふうに入ってます。そしたらね、これちょっとね浮いてきちゃってまずいので、こういうね、なんか重たいものを、今日はストーブの鍋の蓋これをちょっと入れてね、こんなふうに入れて上からね浮いてこないようにしてください。そしてね、もしあればなんですけど、例えば例えばね、こういうもので、ね、ちょっと蓋閉めたり、少しね、蓋閉めてあげたりすると、熱が出ないでね、消炎になります。あるいはこういうもの。今日はこれにしましょうかね。こういうの。はい。こうやって、ポコンとね、かぶせてあげたりとかしてね。そうすると、あったかいのが逃げないで、消炎になりますね。ちょっとね、ついでなので、もう一つ入れてね、二つ一緒にやっちゃおうかと思います。はい。こうやってね、平べったくしてくださいね。平べったく、火の通り、熱がね、伝わりやすくするために平べったくして、そして入れていきますね。入りましたね。2つ入っちゃいました。では2つ入っちゃったので、このまま、55度で、あ、ちょっとね、これ水の、ね、量が多いとピッピになっちゃうのでね、少し、取りますね。はい、このようになって、よっ、あ、大丈夫ですね。さあ、じゃあこれで、1時間後また見てみましょう。はい、後ほど。まだまだね、もう少し時間がありますのでね、一つちょっとお知らせをいたします。最近ですね、インスタグラムの方でですね、動画配信、ライブ動画を実はね始めております。すでにもうね2回やっているんですけども、実はですね、明日も第3回目をね開催したいと思います。時間はですね、ちょっと早いんですが朝9時予定しておりますので、ぜひね、そちらの方もご覧いただけたらと思います。ブログとかでもね、ご案内しておりますので、ブログとか、まあ、インスタグラムとか、フォローしていただけると、ありがたいなと思います。はい、では7時間後まだまだ、ありますので少々お待ちください。はい、ちょっとですね、7時間もうちょっと経つんですけども、ちょっとなかなかね待てませんので、今日は差し替えでご紹介したいと思います。こちらで、ね、今うちの冷凍庫に入っているものです。こんな感じでできるんですね。ちょっと見てみましょうか。この前作ったやつですね。はい、ちょっと今冷凍してありますからね、こういう感じですね。はい、このままね食べても結構美味しいですよ。これシャーベットみたいになっててね、凍ってるんですけど、ちょっといただきます。すごく甘くなってね、やっぱり、ね、美味しいですよね。このまま食べても美味しいですよ。改めてちょっと味見してみましたけど、やっぱり美味しいですね。ぜひね、まだちょっとこちらの方は時間がねかかりますけど、7時間経てばこうなります。ぜひ簡単ですので作ってみてください。低温調理の、甘酒ですね。はい、よかったらですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。お待ちしてます。